箱図タイムへようこそ。今日のテーマはこちら、昔と今の子育ての違いについてです。日本では核家族が多いので、台湾ほど3世代の子育てというのはないんですけれども、台湾のように唯一上進の文化ほとんどないので、最初の1ヶ月間というのは祖父母にサポートしてもらうというのが一般的です。また最近では働くママもすごく増えているということで、そういう意味でも祖父母にサポートしてもらう人増えてきています。ただ子育ての習慣、昔と今だとだいぶ変わってきている部分もあるので、そのところでちょっと喧嘩が起きてしまったりなんていうこともあります。その対策として自治体によっては、孫育てのガイドブックが出ていたりとか、いろんなイベントが開催されていたりなんていうこともあります。日本のコンビでは孫育てのレッスンなんていうのも行っています。でいろんな違いがあるんですけれども、一番違いというか、ママが傷つくと言われているのが、母乳おっぱい足りてないんじゃない、ミルク足したらなんていう言葉なんていうふうに言われています。親世代だとミルクがとても栄養があるもので、赤ちゃんにとっていいなんていうところで、ミルクをすぐに足そうとすることが多いのですが、病院によっては母乳育児すごく推進しているような場所では、ママ母乳ですごく頑張りたいと思っていることもあります。結構あと昔は赤ちゃん1枚大人よりも厚着をするなんていうのが一般的でしたが、最近では住宅環境も良くなってきていて、温度管理もしっかりできるので、親と同じ枚数でいいなんていうふうにも言われています。あと昔は結構ね、抱き癖がつくので、赤ちゃん泣いていてもそのまま見ていたなんていうことがありましたが、最近ではスキンシップの大切さなんていうところで、いくらでも抱っこしてあげましょうなんていうふうに変わってきています。あと日光浴という項目が昔は母子手帳に書いてありました。ただ最近では紫外線がとても強いというところで、日光浴をさせましょうという項目は母子手帳からなくなっています。最近では UV ケアができるクリームなんかも販売されています。今ベビーグッズとっても進化しているので、ママおばあちゃんおじいちゃんを助けてくれるグッズというのもたくさん出ています。ペアレンティングステーションだったり、おもちゃでもいろんな助けてくれるようなグッズもあります。みんなが使いやすいベビーカーなんかもありますので、ぜひそういうものベビーグッズいろいろ見てみてください。では